東方地霊伝サブタレーニアン・アニミズムとは、同人サークル、上海アリス原楽団制作の弾幕系シューティングゲームであり、東方プロジェクトの第11弾にあたる作品である。本作は、2008年5月25日開催の、同人イイベント、白霊神社霊体祭後にて、体験版 CD ロムが販売され、6月29日に、 上海アリス弦楽団のウェブサイトでウェブ体験版が公開され、8月16日開催の導入イベントコミックマーケット74にて完成版が販売された。後に導入ショップでの委託販売も行われている。雑誌キャラメルボリューム5の付属 CD ロムにも体験版が収録されている。また本作は2020年6月6日に スティームにて配信される予定である。本作のあらすじにおける陶器の話としては、過去より、旧作においては冬、コミュニティ発表されたことがしばしばあったものの、予定通りに下季に反布された作品でもある。本校では、以降は、地霊殿と称することとする。その他の本校で使用されている、東方プロジェクト関連の略称については、東方プロジェクト判例を参照。 機体性能の異なる、ハクレ,ーレーム、霧サメマ、リサの2種類の磁器から1つ選択し、その後それぞれ3種類ある、武器タイプからいずれかを選択する。本作では、磁器が、妖怪のパートナーの1人と組み、地上に残るその妖怪の力を借りながら、地下に潜るという設定になっており、武器タイプの選択は、パートナーの選択と同義である。パートナーとなる妖怪は、レームが、 ヤクモ・ムラサキ、イブキ・スイコウ、シャイノチ・マル・ブン、マリサガ、アリス・マーガトロイド、パチュリー・ノーレジ、カワジョー・ニトリの各3名。敵は敵団に当たるとミスとなり、残機が一つ減った上でその場で復活する。すべての残機を失うとゲームオーバーとなるが、コンティニューすればそのステージの最初から復活し、ゲームを続行可能。コンティニューしないで6面のボスを倒すと、 エンディングになる。難易度ノーマル以上で、コンティニューせずにクリアすれば、全一面のエクストラステージが追加される。本作では、アイテム、残機の欠片を、一定数集めることでエクステンドする。残機の欠片は、ボス戦にてミスをせずに、規定の敵ライフを削ると出現する。雪の降る冬のある日、白霊神社の近くに突如高温の間欠船が、噴出した。 白霊神社の巫女である白霊霊夢は温泉になれば参拝客が増えるはずだと喜んでいたが温泉水とともに地底の悪霊まで湧き出る霊夢は慌てたものの地霊はおとなしかったため温泉を取り異変を解決しようとは思わなかったしかし魔女のパチュリーのレッジは地下の妖怪や地霊が表に出ることに危険を感じ古い妖怪である 役も紫に相談する。地底には、地底のルールがあり、地上の妖怪が、地底に干渉することは、好ましくないとの判断から、紫はパチュリーに、レームたち人間を地底へ送り出すことを約束し、妖怪たちはそれを遠隔サポートすることとなった。地底に潜ったレームたちは、間欠線の原因が、妖怪の霊から筋空の仕業であることを突き止める。 地上の神々から強力な核融合の力を手に入れたソラは地上の侵略を企んでいたが、レームたちに懲らしめられ、改心した。しかしソラの核融合の力はそのままだったため、地雷は止まったが、完結線が止むことはなかった。後に、レームたちは、ソラの話から、ソラに力を授けたのは森や神社の神々ではないかと、疑い。 真相を確かめるために森屋神社へ向かう。そこで森屋の一柱である森屋諏訪湖からことの天末を聞くことになる。ここでは地霊殿が書室の登場人物を解説する。ここでは地霊殿が書室ではない登場人物を解説する。地霊たちの気象タイトル暗闇の風穴から一面のテーマ封じられた妖怪。 ロストプレイス黒谷アマメのテーマ渡る者の,の途絶えた、橋から二面のテーマ緑岩のジェラシー、水橋パルスイのテーマ旧地獄街道を行く三面の、テーマ家の坂月大鉱山星熊遊戯の、テーマハートフェルトファンシー四面のテーマ少女悟り、サードアイコアケ血悟りのテーマ背後クララバイ。五面のテーマ死体旅行、ビー・オブ・グッド・チアー、カエン・ネコリンのテーマ豪華マントル六面の、 テーマレイチの太陽進行、ニュークリアフュージョンへからす地空のテーマラストリモート、エクストラのテーマハルトマンの妖怪少女、小分けチコ石のテーマチレイたちの帰宅、エンディングエネルギーレイ名、フューチャードリームマイナススタッフロール。ありがとうございます。